こんにちは、綺麗になるというチャンネルのくんちです。インスタグラムもフォローしてね。はい、というわけで今日のテーマは上手にくるりんぱをやる方法です。私の動画では結構くるりんぱを使うことが多くって、やり方を覚えたり上手にできるようになるといろんなヘアアレンジに使えるので多く使用しています。まあ、その中でコメントでもちょこちょこくるりんぱがうまくできないっていうコメントがあったので、今日は耳から上のハーフアップのくるりんぱと目の上くらいからやるハーフアップのくるりんぱ、これはやり方がそれぞれ私なりに違ってくるので、その解説をしていきたいと思います。まあ、やり方が大きく変わるわけではなく、少しのポイントで見え方だったり仕上がりがだいぶ変わったりするので、まあ、ぜひ参考にしていただいて自分の髪でもやっていただければ嬉しいです。で、今日使うものはこちらのシリコンゴムを使って解説していきます。じゃあここからポイントをこちらで解説しつつやっていきます。というわけでスタート。なるてよ。まずくるりんぱをやるときに、耳上のくるりんぱ、目のところのくるりんぱで共通してポイントと言えるのが、一つ目はしっかりと髪の毛を溶かしてあげること。溶かすというかこう流してあげる、しっかり手ぐしでもいいので髪の毛を後ろに溶かしてあげること。そして二つ目がワックスをつけてあげること。ワックスじゃなくてもスタイリング剤ですね、をつけてあげることが重要です。やっぱスタイリング剤をつけるとツヤとかも出るし、ワックスだと髪の毛がいい感じにまとまってくれたりするので、そこはしっかりつけてほしいなと思います。で、次三つ目がしっかりと穴を開けてあげること。くるりんぱって穴を開けてそこに毛先を通すんですけど、穴がしっかり開いていないと髪の毛が絡まってうまくできなかったりとかっていうことが起きるので、しっかり穴を開けるっていうところは意識してほしいなと思います。あとは細かいポイントはそれぞれ実際にやりながら解説していくので、こうどちらとも共通して言えるポイントをお伝えしてみました。ではここからまずは耳上のハーフアップのくるりんぱを解説していきます。まずはしっかりとワックスをつけていきます。そしたら一つに縛っていきます。しっかりと後ろに毛束を流してあげましょう。この時に上すぎる位置で縛るんじゃなくて、少し下めの位置で縛ってあげます。縛れたら真ん中に穴を開けます。で、穴を開けるときに中途半端に開けるのではなく、私の場合はこの人差し指と親指を上下から挟んで貫通していることを確かめてからくるりんぱしていきます。ただし、穴を大きく開けすぎると仕上がりが悪くなってしまうので、この指が1本ギリギリ入るくらいの穴でやってください。そしたらこの開けた穴に髪の毛を通していきます。上から下に毛先を通します。毛先を2つに分けてギューッと締めます。前から見てここの広がりが気になる方は、2つに分けたギューってやったところをまたさらに2つに分けてギュー、さらに2つに分けてギューみたいな感じでやっていただくと、この横の部分の髪の毛が締まってきてくれます。ほぐすほぐさないは好みがあるのでどちらでも大丈夫です。ただしくるりんぱの上のところはへっこんでしまうので、そこだけしっかり出してあげるとバランスが良くなります。こんな感じで耳上のハーフアップくるりんぱは完成です。はい、
いかがでしたでしょうか。このやり方だと、こう前から見た時に耳のところもボワッとしない仕上がりになってくれるので、私的にはまあこういうところを意識してやっています。まあ、ただ、まあ、髪質によっては意識するポイントが違ったりするかもしれないので、私のように毛量が多かったりだとか、あとは髪が太いとか、そういった方はやり方的にはまあうまくできるようになるんじゃないかなとは思います。ぜひやってみてください。なるってよ。じゃあ次は目のところ、ちょっと上目のハーフアップを実践していきます。さっきの耳上のハーフアップのやり方と同じようにくるりんぱをしてしまうと、どんな風に差が出るのかっていうのをお見せしていきます。さっきの耳上のハーフアップくるりんぱのやり方と同じやり方で、目の上のハーフアップくるりんぱをやっていきます。普通に縛ってくるりんぱをします。でギュッとする。そうするとくるりんぱの位置がすごく上がってしまったりとか、横の部分がボワッと広がってしまう感じになります。ここからはうまくできるようなポイントをお伝えしていきます。しっかりワックスをつけてあげて、髪の毛を後ろに溶かしていきます。根元から近い位置で縛るんじゃなくって、少したるませるような状態で根元から離れた位置で縛ります。こんな感じでゆるゆるに縛ってあげます。そうしたら穴を開けてくるりんぱしていきます。まず真ん中に穴を開けます。で、小さすぎる穴じゃなくて、こちらは OK です。開けた穴に毛先を上から下に通しましょう。毛先をまた2つに分けて少しギュッギュッとしてあげます。で、ギュッギュッとする時も上に向かってギュッとやるんじゃなくて、なるべく首の近くに手を持ってギュッとやります。上に持ち上げずに頭につけたままギュッとやってください。くるりんぱの上の部分が引っ込みやすいので、ここはほぐしてあげましょう。こんな感じでできたら完成です。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日は耳上でやるくるりんぱと目のところでやるくるりんぱをそれぞれやり方がまあ少し違ってたので解説してみました。まあ、髪質で合う合わないあるかなとも思うんですけど、まあ、実際にやってみてうまく皆さんができたらいいなと思います。ではまた、皆さんも私も綺麗になれるような動画配信していけますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとはインスタグラムもやっております。概要欄に URL 貼ってありますのでチェックしていただけると嬉しいです。では今日も動画この辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。